だからテキスト読まれないってそういうことで、うん、新しいことを伝えるっていうのは伝えるんじゃなくて考えさせるっていうことをしないと新しいことは伝わらないんですよ、うん、堀江さんはよく使っているメディア欠かさず見る何ですか？いや欠かさず見るいっぱい見てます、うん、まあ YouTube は見ないですけどね、あんまり時間取られるものは、うん、要は時間圧縮できないメディアってあんまり僕は使わないんで、でも最近よく誰かが言ってたんだけど5行以上の文字みんな読めないんじゃないか、文章読めないんじゃないかみたいな話あったじゃないですか、うん、あれが発見できたのって成果だなと、うん、なんかすごいいい言語化だなと思って、うん、読めてないっていうのは、うん、音読はもちろんできると思うんだけど、意味が分かってない、もう意味が分かってないと文脈が読めてないというぐらいのもんかなと、行間が読めないとか文脈が読めないとかぐらいの話なのかなと思ったら、うん、文章として成立してないっぽいんですよ、うん、だからいろんな齟齬が生まれて、はい、だから僕の発言とかがすぐ炎上するのも行間が読めないぐらいなのかなと思って、うん、行間が読めなくても読めるぐらいで書いてたんだけど、それでも炎上するから何なんだこれと思ったら、半分以上の人はそれが理解できてなかったっていう、話し言葉だと分かんない、だから YouTube とかだとまだ理解できるんだけど、書いてあるのは読めないっぽいんだよね、っていうテキストがダメってことになっちゃいませんか？だからテキストはダメなんですよ。あ、ダメっていうか、要は今やテキストは結構ニッチなのかなっていう、だから YouTube なんでこんな流行ってんだろうなと僕思ったんですよ。で、なんでなんだろうなと思いながら、流行ってるからというか、僕の発言もこれブログ書いてるからいいじゃん、メルマガ書いてるからいいじゃんと思ってたんだけど、ブログメルマガの読者ってある一定から増えないですよね。だ、僕のメルマガだと2万人から増えないんですよ、なかなか、うん、2万人まではガーッと増えるんだけど、うん、じゃあそこから10万いくかっていうといかないんですよ、うん、あ、だこういうことなんだなと思って、うん、東さん、この辺の課題感はどうですか？課題感、まあ、僕の職業っていうか、もう僕のやりたいこととして、僕は人に物を伝えるんじゃなくて考えさせたいんですね、はい、で、考えるっていうのは定義上時間を取ることなんで、で、あの伝えるっていうのは結構シンプルで、まあなんか A が B ですよっていうことを言うっていうで、これのためにどう効率よく伝えるかっていうことなんだけど、考えさせるっていうのはなんか効率性っていうことと真っ向から反するところがあってね、時間を取って考えさせるっていうことをどうするかっていうことが、まあ僕にとっては課題なわけですよ、はい、結局人って自分が想定してることしかわからないから、だからそもそも知識って伝達されてるのかどうかも怪しくて、あのその人受け手が思ってることしか伝わってないんですよね、実は。だからテキスト読まれないってそういうことで、新しいことを伝えるっていうのは伝えるんじゃなくて考えさせるっていうことをしないと新しいこと伝わらないんですよ。だからノータイムで伝わることっていうのは向こうが知ってることだから、で、僕がハッシュタグとかが嫌いなのもそうで、ハッシュタグは基本的に全部知ってることを反復してるだけなんで、あれ何も起きてないんですよね。あの最初から例えば五輪中止にしたいと思ってる人が五輪中止にしろって言ってるだけで、実はそのハッシュタグを見て五輪中止に意見が変わる人っていないわけですよ。結局その意見を変えるとか伝えるっていうためには考えるっていうことが必要で、で、考えるっていうのは時間をどうしても必要とすると、で、この時間をどういうふうに生み出すかっていうのが、まあ、結構僕の課題なんですよね。言論とかってそれこそこう時間を取ってテキストじゃなくて対面でコミュニケーション交わしながらやってるっていうところで、それがやっぱり対話しながら長い時間取って配信するっていうのがいい形、まあそうね、だから結局その人を呼んでしまうと、まあ、例えば今ここに物理的な空間として共有してるわけですが、物理的な空間を共有すると強制的に時間が経つので、うん、時間が経ってる間はこれ考えざるを得ないんですよね、うん、でもしこれが例えば僕たちが今ここ4人が完全に別々の空間にいて、例えばズームとか別の形でこの4人やってたら、多分人の話はみんな聞かないで横でツイッターやってると思うんですよで、それは実は考えてないので会話になってないんですね。あ、まあまあ、その手段に関して言うと、それはその手段に対するリテラシーの問題だから、僕は逆にズームは2種類の使い分けをしていて、 LINE グループでもそうですよ、ズームでも LINE グループでも Facebook のメッセンジャーのグループでも何でもそうなんですけど、傍観者でツイッターとか他のことをしてるグループもあれば、僕はこう積極的にこの時間を共有してる、で考えてるっていうのは